見つけたって思ったのね。ちょっと手を振ってみました、よく見る、よく見てたね、ちゃん。ポンちゃん、ふみふみしてんの。そのふみふみはどのくらい、何がどうなると満足するんだろう。ポンちゃん、最終的にはそこで寝るんだよね。満足？はい。おやすみ。じゃんくん。じゃんくん、昨日ちょっと歌いすぎて喉がちょっと痛んでるわけですよ。ガラガラっていうよりは結構ね、物理的な痛み、喉がちょっと痛いのでこれやります。すごいものをいただいて、喉の痛みこれで取れると思うよきっと。あれ、これちょっと待ってね、霧になってる。これを少ないにして、喉イガイガ、鼻づまり、鼻むずむず、喉イガイガ、ちょ、多いにしてるのか、たまには。あれ、いいのかな。あ、少ない、電源ついた。あ、読めないな。カチッ
と止まるまでつまみを、あ、こういうことだ。じゃ、大いにしてみよう。こうやって待ってると大変なことになりそうだからジャンクにしとこ。まだか、まだかないか。メガネもないね。あ、来た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 よ、来た来た来た。すごい、なんか変な音がする。はい、止まりました。切り、あとどうすんだろうな。あれ、こっちから全部こっちに行くんじゃないんだ。へー、さあ、ジャンク終わった。割と早く終わるよ。多分7、8分かなって感じですかね。はっはっは、あ、喉の痛みはちょっと取れてる。はっは、はっは、そうか、やっぱりちょっと炎症があるみたいな時にやった方がいいですね。歌う前にこれを前やったんだけど、なんかね、少しあのスカンスカン抜ける感じになったのね。歌い終わってからやるのがいいのかもしれません。まあ、まだまだ、4度目ぐらいかな、やったのは。これマオイママさんにも、終わるとこんな感じです。これを一回やっぱり洗うんだろうね。2階には洗面所がないので、ちょっとこれを持って下に行って洗って乾かすっていう感じになると思います。うちの場合はそこがちょっと不便なんですけど。はい、今度はマオイママさんがやってみます。やってる最中は撮らないでと言われましたので、ここまで、あとでね。じゃん、ジャン君、はい、へへへへ。今日は暖かかったね。もうお休みの時間ですね。まだ8時半前だよ。暖かいと眠いよね。ここ眠くないでちゅーって言ってます。ここはまだ甘えたいです。甘えたいんですよ。まだまだ寝るまで甘えますよ。ジャックとポンちゃんが面白い。あ、ポンちゃん、せっかくこっち向いてたポンちゃん。あ、そうそうそう、そんな感じです。当店舗かわいい。はい、かわいい。
ンちゃん。あ、ごめん、泣いてよ。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、ね、かけてるとことね違うんだよね。あ、途中で声かけたのがダメだった。ポンちゃんもうちょっと上手にかけられないとね。とりあえず砂かけとくよ。おい、いた。はい、はいはい。